こんにちは、高曽です。静岡支店部にようこそ。ということで、今回は第1回うなもんの餌選手権を行います。前回取ってきたうなぎのうなもんとハゼの天ぷら、この子らのね、餌になるであろうものをね、取ってこようと思います。まず最初に狙うのは小魚。ちょっと行ってきました。あれ、なんだ、スタートって言ってないよフライング。いいね、おいかわ早い。絶対おいかわ、おいかわ。あ、来た。お、いい大きさだね。ほら、うなぎの餌にちょうどいい大きさ、うん、針はね、卵針を使ってるんですけども、見切られちゃうので、ちょっと餌をね、針が隠れるぐらい大きめにしてあります。わからん。ついてるしね。いやー、これ一生カメラ回し続けなきゃいけないか。はい、ということで、うなぎの餌に適してるであろう大きさのオイカを3匹持って帰りました。トリオザオイカと名付けます。はい。でね、エビも一緒に取ってきたんですけども、どうやら食べられたかなんかでこうなってました。おそらくね、犯人この子、天ぷら間違いないと思う。ってことだよね。ちょっとエビも補充してこようかと思います。ちょっと雨が降ってきちゃったんですけども、例の小川にやってきました。とりあえずエビを取りましょう。エビをいますね。エビがいっぱい、とってもいい。あー、いっぱいいる、いっぱいいる。もうちょっと大きいのもいるかもね。はい、とりあえずこんだけ取れましたんで、はい、これをね、入れてみましょうか。もう雷鳴ってきてちょっと危ないから帰ります。とりあえずじゃあ投入していきますね。おー、いってる、すごい。もう天ぷらがモード入ってる。どっちが行く？いるいるいるよ、天ぷら、天ぷらいるよ。おー、天ぷらまだいるよ、頑張れ。さすがに正面突破厳しいだろ。後ろからやってきたすごい弱肉強食の世界だな、ここ。お、うなもんのところ、手長エビ襲いったな。うなもん頑張ってよ。はい、うなもんに関して一つ分かったことがあって、昼でも夜でも割と関係なく寝てました、この子。めっちゃのんきまあね、とりあえずこれからも成長日記つけていきますので、また、ご覧になっていただけると嬉しいです。それではバイバイ。